サッカーファンの皆さん、お待たせしました。スタジアムでは FIFA ワールドカップラウンド16の試合が始まろうとしています。実況は私西岡明彦、解説には元日本代表福西崇史さんをお迎えしました。さあ、両チーム決して負けられないこの試合、日本がノルウェーと戦います。ここからのラウンドは選手の感じるプレッシャーも一段と強くなります。この試合に登場する両チームも必勝態勢で臨んでくるでしょう。激戦必至のゲームにご期待ください。日本のスターティングメンバーを見ていきましょう。攻撃的な 3-4-3 ですね。フィールド全体に選手を配置するシステムです。ノルウェー女子代表のメンバーをご覧ください。一般的な 4-3-3 ですね。ウイングの活用が鍵になります。試合が始まりました。ツバハンセン、マーレン、これはよく見ていた。これはキーパーのボールです。相手ボールになります。フリーキックでのリスタートとなります。遠藤、ボールを運びゴールに襲いかかります。ヘゲルベルグ、マークがついている。ノルウェー女子代表が決めました。リプレイが出ます。このクロスが最高でしたね。至近距離でうまく合わせてフィニッシュ。冷静に決めました。林、アタッキングサードに入ってきた。ここのエリアは注目ポイントになりそうです。裏へのいいボールです。ノルウェー女子代表のスローイン。マークを振り切った。ヘーゲルベルグに絶好のチャンス。入った。追加点です。リードを2点に広げました。
これだけゴールに迫ってシュートできれば外しようがないですね。ナイスゴールでした。林穂乃か、名本、清水、ディフェンダーがうまく読んでいました。これはよく追いつきました。ここからチャンスを伺います。絶好のチャンス。バナー入った。またも追加点です。これで3点差。さらにリードを広げます。フィニッシュは至近距離からのシュートでしたね。こうしてリプレイを見てもあれを止めるのは難しいと思います。この展開を誰が予想したでしょうか。南萌か、南、遠藤純、ドリブルで相手ゴールに迫ります。このピンチをタックルで防ぎました。ツバハンセン、低いパスはわずかに味方と合いませんでしたね。相手のスローインになります。ボールを失った。カウンターのチャンスです。このシュートはキーパーに防がれました。チャンスをものにできませんでしたね。あの距離のシュートを決められないと苦しくなります。ノルウェー女子代表がフリーキックを獲得しました。このパスは少しずれたようでつながりません。スローインになります。ボールを前に運んでいます。ヘゲルベルグ、タックルでボールを奪取。危ない場面でした。林穂乃か、アーダ・ヘーゲルベルク、ここでマーナム、うまく読んだインターセプト。ハンセン、マーナム、パスカットに成功。ヘゲルベルグ、裏を狙う。よく見えています。ゴール、ゴール。映像が来ました。
このスルーパスは味方をよく見ていましたね。そしてこのシュートです。あれだけマークされていても決めてきました。大したものですね。さあ前半はここまでですね。後半の45分が始まります。ロブパスで裏を狙う。一時は敗戦かと思われた試合ですが、ここに来て1点差に詰め寄ります。映像が来ました。これは見事なパスワークでしたね。そしてこのシュートです。ディフェンダーに囲まれながらも決めてきました。簡単には潰されない強さはさすがですね。エンゲン、ここでマーナム。さあボールを前へ運び相手の隙を伺います。鮮やかにパスを回しました。やりました。振り、いいところに出た。これはナイスディフェンス。タックルで攻撃を阻止しました。ヘーゲルベルグに絶好のチャンス。見事なタックル、危機をしのぎました。味方へのパスは少しタイミングが合いませんでした。スローインになります。アーダ・ヘーゲルベルグ、危ない場面でしたがうまくパスをカットしました。遠藤純、林、アタッキングサードに入ってきた。決めれば同点。おっと、これはナイスプレー。アバヤという場面でボールを奪いました。さあどうするんでしょうか。素晴らしいパス。さあどう動いてくるか。鮮やか。このファウルに対してレフェリーの判定は PK です。 PK が与えられたものの選手にカードは出ません。カードが出てもおかしくない場面ですが、そこまで悪質ではないという判断なのかもしれません。選手の交代が両チームにあるようです。さあここで同点にできるか。しっかりと PK を決めました。PK は練習と実戦で成功率に大きな差があるんですが、キッカーのメンタルがかなり影響するんですよね。そういう意味でこの選手はかなり本番に強いようです。低めに抑えたシュートをポスト付近の難しいコースに自信を持って蹴ってきました。ついに同点に追いつきました。もうどうなるか分かりません。見事なパスですね。ここは体を張ってボールをキープ、奪われません。
タッチラインを割りました。スローインです。パスをカットしました。相手の攻撃を断ち切ります。ドリブルで果敢に攻め込みます。隙を伺います。アーダ・ヘーゲルベルグ、ここでレイテン、ゴール。これでまた試合をリードしました。あえてニアポスト側にシュートしてきたようですが、問題はキーパーですよね。あのコースは反応できたんじゃないでしょうか。この時間のゴールですから、これで試合は決まりじゃないでしょうか。そうですね、この時間だと厳しいと思いますよ。残り時間が少ない中、それでも諦めずに敵陣深くまで攻め込みます。なんとしても同点に持ち込みたい。狙ってきた、入った。残り時間が少ない中、貴重な同点ゴールです。これはキーパーの位置を見て判断したんでしょうか。よくニアポスト側に打ってきましたね。キーパーはセーブできず、かなり悔しいんじゃないでしょうか。これでゲームは振り出しに戻りました。非常に見応えのある試合となっています。エンゲン、終了間際にチャンスが巡ってきたか。ここは決勝ゴールに結びつけたい。ディフェンスが冷静に処理します。長谷川、杉田ひな、丁寧にパスをつなぎます。長谷川、これはチームを盛り上げます。最高の時間にリードしました。残り時間はわずかですからね。最後に力を見せてくれました。確かにシュート自体は悪くないですが、どちらかというとキーパーのミスが招いた失点のような気がします。せめてニアポスト側のコースは潰しておきたかったですね。チームは1点のビハインドですが、これが最後の仕掛けとなるかもしれません。果たして同点に追いつくことはできるのか。アディショナルタイムが3分増やされましたね。いいところに出します。さあ来た、ここで見事なタックル。試合終了のホイッスル。次のラウンドに駒を進めるチームが決まりました。まあお互いに守備が崩壊していましたが、なんとか競り勝ったというところでしょうか。相手がよく守れるチームだったら負けていたと思います。次のラウンドまでにシステムを見直すべきでしょう。